写真拡大。広島大瀬良大地投手28が27日2年連続開幕投手へ意欲を示した。初の大役を任された今季は巨人相手に8回7安打無失点。来季は笹岡新監督の初陣を飾り初白星を送るつもりだ。この日は2019年度ドゥースポーツ指導者招聘事業の一環で今村、野間、高橋大と広島市内にある大川小学校を訪れドッジボールなどで交流した。元気いっぱいの小学生からエネルギーをもらい大瀬良が来季への決意を新たにした。広島では16、17年のジョンソン以来となる2年連続開幕投手。笹岡新監督からの打診はまだないですと明かしたが大本命が堂々の立候補だ。そのつもりでいます。もちろんアピールしないといけないですし、そのためだけじゃなくて年間を通して大事な試合でもパフォーマンスを出せるようにしないといけない。まずはしっかりアピールして開幕投手をまた任せてもらえるように頑張りたいです。大舞台での勝負強さは証明済みだ。初めて大役を任された今年の3月29日巨人戦、松田では8回7安打無失点の快投を演じた。広島凱旋で注目された丸を4打席連続三振。何にも変えることのできない大きな経験をさせてもらったので何度も味わいたいです。就任会見で笹岡新監督からリーダーに指名されたように来季も投手陣の大黒柱だ。プロ6年目の今季は26試合に登板して11勝9敗、防御率 3.53、 リーグトップの6完投をマークするなど夏場もフル回転した。今季1軍投手コーチだった指揮官からエースと認められすごくお世話になっているので、いい形でチームとしても監督としてもスタートが切れるようにと恩返しの思いは人一倍強い。東京五輪屋の来季開幕戦は3月20日の中日戦。例年より約1週間早く笹岡監督からは調整の前倒し指令が出ている。基本的に休むことはない。気持ちもオンとオフをあまり考えずオンのままオフシーズンを過ごしていきたいと語る右腕に不安はない。この日は小学6年生と触れ合い思いやりの心を学ばせてもらいましたとにっこり。心優しきエースが来季も開幕のマウンド